じゃあそのプリンセスの名前何？王子様とジャックを知るエルさん。それエルさんじゃないでしょ。これエルさんみたいやね。そのプリンセスの名前教えて。わからへんね、みやも。プレーセス。プレーセス。眠れる森の美女やで。え、オーロラどれ？この先のプリンセスの名前がオーロラやって。みらん、オーロラ姫とエルさんどっちがいい？エルさんがいい。どうして？どっち？うん、エルさんのどういうとこが好きなの？お花。え？お花。お花？うん、どこお花って？あっち。オーラ姫は寝てきました。うん、でも、うん、怖いやつは寝てきました。でもオーロラ姫は、オーロラ姫な、オーラ姫は家に帰っちゃったのです。怖いやつってお名前は、それマレフィセントやったっけ。みら、マレフィセント。マレフィセントって言って。ナナヒベスは、お家帰っちゃったのです。でも、トーリー姫は、エルサにして。え？これ何してんの？わからへん。マレフィセントなんかやってんじゃん。これ何したん？あかんな。年齢さしたんちゃうか。眠れる森の美女っていうぐらいやから。すごいよ。倒れてしまいましたって書いてるで。倒れてしました。うん、でもこれ怖いやつどこから来たん？いやいや、マレフィセントな。これどこから来たの？わからへん。悪い国から来たんちゃう？え？悪い国から。ママ、ミラね。うん。この名前知ってるねん。教えて。これね、うん、プレセスっていうねん。うん。オーロラ姫の？オーロラ姫は倒れてしまったのです。マレフィセントのお名前教えて。ホライアチュのお名前。これこれの名前知らねん。知らねん。さっきも言ったよ。マレフィセント。ま。ま。レ。レ。ピ。ピ。シ。ピ。セ。セ。ん。ん。と。と。マレフィセント。言ってよ。これ倒れてしまったの？うん。あれ、ぶつさ、さ、さ、さ。うん。七姫は。そのページめっちゃ長ない。倒れてしまったのです。うん。でも、オーロラ姫は、これを迫ったのです。迫ったのです。これ王子様、これ何してんの？捕まっちゃってん。え？捕まっちゃったん。え？王子様が挟まってしまったのです。怖いやつが出てきました。でも、王子様がチーして、でも、ミラン？王子様に会います。なんでここ破れてんの？誰ここ破ったの？ビド、ビド、ビド。え？これどう？これどこ？なんでこれいつ破ったの？三時くらい、三時くらい。破ったね。なんで破ったん？大事な絵本やのに。どこやったんこれ？わからないのよ。
からなかったらどうすんの？ミロね、ミロね、お絵かきカチカチしてる。すみません、すみません、すみません。どうもしません。でも、いやちゃん、もう破ったらあかんよ。わかった？大事にしてね。でも、王子様に会いました。おしまい。次は、これ。それも破れてんちゃん、もしかして。破れてないよ。ほんま？ほら、破れてないでしょ。最後のページ見して、最後。最後のページ見して、最後。でも？最後。見して。お、破れてなーい。嘘？破ったらあかんよ。うん。買った？うん。はーい。ここ破れてないでしょ？うん。破った。なんで？だって、火が破ったことも。でも？